ゼッケンホワイト北澤智恵、そして3位は今現在ライディング中レギュラー方向への演技ロウィメンズビギナーズディビジョンのファイナルです。じゃあ意気込みをどうぞ。意気込み、まあなんかできたらいいなって感じです目指すは目指すはまあ優勝か、まあ優勝はちょっと目指すわ目指すわ。帝国さん、まずはゼッケンホワイト北澤智恵、レギュラー方向へ頑張ってください。そしてショルダー方向 B1 の方にガッティ行きました。さあこの後ですね、表彰式の方、まずは武田選手優勝を決めました。というわけで、V ボディーボールの内田理事子。ワン。それでは改めまして選手の紹介をさせていただきます。ゼッケンベストには川島俊久、ゼッケンホワイト長井大吾、ゼッケンイエローには森川和彦、ゼッケンブルーにはエバド・ディアコシ。4名の選手立ち上がってきました。さすがゼッケンイエロー森川和彦。グーフィー方向に切り替えて、レギュラー方向からの演技、グーフィー方向に切り替えて、お母さん、やめた、また後半あのね、セットが入ってまいりました。この内容を恐らくゼッケンウエスト、いけ川下としてこれにゼッケンウエスト、いいところからテックオフできる。今のゼッケンホワイトの長井選手、ゴー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 よっしゃー、ローラーパスター、ゴー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 よろしくお願いします。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 決めないで、やばい、やばい、あー、やられたか、あ、あ、セーフ、ノーコンプリート。5本目の演技、
3.65 4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 .65 川さん上がってきたら走っていっちゃった方がいいんじゃないかな。非常に僅差で最後の一本まだ20秒大体入ってくれば2、3、4位は非常に若い試合展開だ。このシートをリードしているのはゼッケンイエロー森川和彦、1本目が6点、そして6本目に7点を出しました。川さん川さん行け9行け行け行け、よし4、5、4、3、2、1、よし、もう1本大きな拍手でお迎えください。イエロー着用していますね、堀川和彦。森川選手、コンビネーションマニューバーいろいろと素晴らしかったです。彼はですね、プロツアーにも参戦している選手ですから、ある意味少し反則ですけどもね。ね、でもやっぱり気持ちいいですね、優勝はね。非常にいい笑顔を見れて私も嬉しいです。そして2位は、ゼッケンレッド川島俊久選手。よっこーさーん、イエーイ。というわけで、ダンスの内切りの優勝、ゼッケンイエローを着用している森川克彦、1本目に6点、その後6本目コンビネーションでは7点、7ポイント、合計得点は 13.00 と申し分ない優勝の得点を叩き出しました。皆さんですね、結構応援されてます。一言いただければと思ってます。よろしくお願いいたします。さっきともさん言ってた、かなりですね。